矢の根が原遺跡は西三津木線の根にあり、JR 八高線、金子駅の東方約1キロメートルの大地上に立地している。遺跡の北側には霞川が倒流し、また南側には木蓮寺地区を谷頭とする細長く浅い谷に隠されて東西に広がる大地上にある。現地の標高は1 4 8メートル前後で遺跡の東側。 上谷が抜き地区では標高が下がり、霞川の中石面と同レベルとなり、本遺跡の東源となっている。遺跡の規模は東西250メートル、南北100メートルで発掘調査を実施した主要部分は遺跡の西部にあたる。遺跡名となっている、小字名の矢の根は、付近一帯で土器片、石器と共に多く石族が散布していることに、 由来すると言われている。本遺跡は、縄文時代中期の縦穴式住居跡を中心とした遺跡群であるが、埋蔵文化財である。従って遺跡そのものを見ることはできないが、三木大公園に公園説明板があり、ここに遺跡があることを確認することができる。以下に説明板の文面を紹介する。三木大公園入り口風景三木大、公園説明版前景説明版の文面。 第2回発掘場所発掘調査は大きく2回行われている。最初は昭和27年夏、小泉勲、大森八郎、和島誠一、長沢五郎氏等によって行われた。調査のきっかけは、同年春、金子村立中学校先生である長沢五郎氏からの、金子村から縄文時代中期土器出土の方が小泉勲氏等に届いたことによる。 同志党は発掘調査に先立ち、6月20日に旧被病院の北西側をボーリング調査し、3地点で焦土跡を確認している。そして7月27日、28日に発掘調査が実施され、縄文時代中期の住居跡1件が検出された。その次は、入間市金子地区にて土地区画整理事業が予定され、 遺跡が存在する西三次の予定区域内に所在する埋蔵文化財の記録保存調査が必要となったのが発掘のきっかけである。以下に遺跡発掘調査経過について記す。矢の根が原因遺跡発掘風景埼玉県入間市、大浅西三次浅金子さん241出土品。発掘調査が終了した第一第三調査区からは、縄文時代中期の7県の縦穴住居。 13個の土壕が発見され、そこから土器や石器が出土している。国東、谷の最上流部、多く急斜面となる。中石面、土砂などが流水に運ばれて、川口や菓子に堆積してできた面埼玉県入間市、遺跡調査会、矢の根が原遺跡、入間市埋蔵文化財調査報告第10集。平成2年8月1日発行4ページ。 AB 入間市編算室、入間市原子、古代資料編1986年58ページ、埼玉県入間市遺跡調査会、矢野根が原遺跡、入間市埋蔵文化財調査報告大重集平成2年8月1日発行1から2ページ、埼玉県入間市遺跡調査会、矢野根が原遺跡、入間市埋蔵文化財調査報告大重集 平成2年8月1日発行9から53、62から79ページ縄文時代の遺跡一覧入間の文化財、埼玉県埋蔵文化財情報公開ページ。ありがとうございます。